ジか。まさか、ここは空の上だったのか。しかしどうする、さすがにここからじゃ飛び降りるわけにもいかねえしな。あ、見て、あっちにも道があるみたいだよ。あ、なんだ。我よ、魔王様に仕えし六軍王が一人、邪竜軍王ガリンが魔王様に差し出すため気絶していた貴様を捕らえていたが、まさかここまで逃げ延びていたとは。非力な人間にしてはよくやったが、それもここまで。皆の者よ、あの男を捕らえよ。勇者の仲間をそのままにはしておけぬ。さあ、時は満ちた。魔王様に逆らう愚かな人間どもを滅ぼし、魔王様の支配をより強固なものにするのだ。おととい来やがれ。さすがにもうダメか。ちくしょう、ここさえ抜けられれば。方法なら一つだけあるよ。この声はホミリンか。お前一体。君は僕のことをずっと前から知っているはずだよ。地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の贖罪も果たされるだろう。この言葉を覚えてる？その言葉は。ここを突破するために力を上げる。一度きりのとっておきの力さ。でもそれは君の一番大切なものと引き換えになるかもしれないよ。君の一番大切なものは何？そうなんだ。大切なものは仲間たちとの思い出。それを失うかもしれないよ。構わねえ。俺に力を。生きてさえいれば思い出はまた作れる。俺は立ち止まれねえ。そなたに力を与えよう。ついに観念したか。さあ、奴を捕らえよ。俺はこんなところで終われない。何としてもここから出てやる。
粋な人間の最後のあがきか。はっ、相手をしてやろう。愚かな人間め。やるぞ。なんだ、体が急に重く。な、く、俺、ま、こんなところで終われない。おのれ小賢しい。もはや生かしてはおけぬ。砕け散るがよい。カミュよ、よくやった。どうやら切り抜けたようじゃな。わしはお主の世界で預言者と呼ばれる者。以前お主に預言を与えた手前、お主を最後まで導きたかったが、すまぬ。わしが手助けできるのはどうやらここまでのようだ。生きてさえいれば、道は開けよう。さあ、行くのじゃ。やれやれ、えらいこった。地形が変わっちまったところもあるし、体重が落ちた衝撃は凄まじいな。ん？おい、あんた大丈夫か？そんなところでフラフラして一体どうしたってんだ？わからない。俺は誰だ？確か誰かと旅をしていたような。おい、
ここはどこじゃ？わしはなぜこんなところにおるんじゃ？おかしいの。ちっとも思い出せんぞ。なんじゃと？まさか彼女は？やはり我が愛読書ピチピチバニーのバーニーちゃんに瓜二つではないか。何が何やらわからんが、あのバニーちゃんならここがどこかもお耳に挟んでいるやもしれぬな。よし、そうと決まれば突撃あるのみじゃ。おい、バニーちゃん、すぐに行くから待っていてくれ。何が起こったんじゃ？待ってて、そんな、いや、しかし見まごうはずもない。ここはありし日のユグノア城。似合ってるじゃない、おうさま。この姿は、わしがユグノアにいた頃の。わけがわからんぞい、バニーちゃんよ。そなたは何か知っておるのか？私についていらっしゃい。ごきげんよう、お父様。お前たちは若き日のエレノアとアーウィン、なぜここに？エレノア王女殿下の護衛隊長アーウィン、恐れ多くも王女殿下と連れ立ち老様の御前に参じました。本日こうして参りましたのは老様に大切なお話があってのこと。なんじゃ話とは。申してみるがよい。実は、実はこの私と王女殿下の婚約をお認めいただきたいのです。アーウィン、一介の兵士に過ぎぬ私には不相応な願い。
それは承知しております。しかし不祥ながらこのアーウィン、王女殿下のため鍛え上げたこの剣、そして揺るぎなきこの思いの強さは世に並び立つものなしと自負しております。ですから老様、今後は護衛隊長ではなく夫として生涯王女殿下を守り抜くことをお許しいただけないでしょうか。断る理由などありゃせんわい。わしは知っておるぞ。お主はエレノアの伴侶になる男じゃ。あ、お父様。ハーウィンよ、我が娘をよろしく頼んだぞ。はい、ありがとうございます。老様、ありがとうございます。なんとおめでたい。おめでとうございます。アーウィン様。さっきのバニーちゃん、今までどこに行っておったんじゃ。そしてこの場所は一体。懐かしかったでしょ。次も楽しんでいってね。Thank you.
アウィン様、ロー様、お生まれになりました。そうか。アウィン様、ロー様、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で。あなた、よくやったな。おーおー、このように元気に泣いて。早速だが、この子に名前をつけないといけないな。トンヌラというのはどうだろうか。あ、素敵な名前。勇ましくて賢そうで。でもね、私も考えていたのです。こういうのはどうかしら。どうもパッとしない名だな。しかし君が気に入っているならその名前にしよう。命の大樹より授かった我らの息子よ。今日からお前の名はニュークス。お父様ったら。さあ、お父様も抱いてやってください。よしよしよし、わしはお前さんのおじいちゃんじゃよ。よしよしよし、ベロベロベロベーベロベロベロベーベー。なんということじゃ。お楽しみいただけたかしら。ん？バニーちゃん、どういうことなのじゃ。場所といい、出来事といい、ここはまるで本物の。なんじゃこれは。おじいちゃん、お誕生日おめでとう。おお、なんと、お前はもしや孫の。お父様。驚いた？おじいちゃんをびっくりさせるためにみんな内緒で準備してたんだよ。おめでとうございます、ロー様。ダーハルーネのパティシエを招いて作った特製ケーキは気に入っていただけましたかな。お父様、おめでとう。これからもうんと長生きして、この子の成長を見守ってあげてくださいね。
アーウィン、エレノア。ロー様、おめでとうございます。今日この国がこうして平和なのはあなた様のたゆまぬ努力のおかげです。その努力を無駄にすることのなきよう、この国はアーウィン様と共に我らがお守りいたします。頼もしき我が兵士たち。やあ、ロー様、おめでとうさん。城下町の飲み仲間一同でパーッと祝いに来たぜ。これからも掘り出し物のムググボンを仕入れたらすぐに教えてくださいね。愛しき我がユーノアの民。おじいちゃん泣いてるの？もしかして嬉しくなかった？違うんじゃ、おじいちゃんは嬉しいんじゃよ。とっても嬉しいんじゃ。孫も誰もが幸せそうに生きておる。この場所もここにいる皆もおそらく現実ではないのじゃろう。じゃがそうとは分かっていても。これおじいちゃんも。よかったね。なんと幸せで離れがたい光景じゃろう。大丈夫か？これこれ、泣くでない。わしらは戦いに敗れ、世界は闇に覆われた。そして一人目を覚ましたわしは、仲間たちの無事を祈りつつ、魔王と戦う力を得るべく旅に出た。そう、我が師である二魔大使に修行をつけてもらうために。ということは、ここは…どうしたの、おじいちゃん。すまんのう。おじいちゃんには
行くべきところ、やるべきことがまだ残っているようじゃ。おじいちゃん、どこかへ行っちゃうの？ああ、行かねばならぬ。もしかすると寂しい思いをさせてしまうかもしれぬ。でも、お前さんは強い子じゃ。きっと元気でいておくれよ。わかったわ、王様。そこまでの決意なら、もう止めはしない。でもどうして？理由を聞かせて。思い出したんじゃよ。今、わしに必要なのは、甘い夢の世界ではなく、魔王を倒すための強さだということを。だから、わしは一刻も早くここを抜け出し、我が師匠ニマ大使のもとで修行を受けなければならないのじゃ。せっかくあんたの好みに合わせてこんな姿まで撮ったっていうのに、どうやら余計な気遣いだったようだね。なんとその姿はバニーちゃんが我が師匠ニマ大使に。は？おお。ここは、よるべなくさまよう哀れな魂が流れ着く場所。冥府へようこそ。久しいな、ロウ。こんなところまで修行を受けに来るなんて、我が弟子ながら見上げた根性だね。大使様！幸せとは、時に己の歩みを引き止める、何より手強い枷となるもの。よくぞそれを断ち切った。では、あの光景はやはり。そう。全部あたいが用意したものさ。しっかり乗り越えてくれて、まずは一安心、といったところかね。おお、それでは、わしに修行をつけてくださるのですね。なーに早とちりしてるんだ。あれだけで終わりってんじゃ。あんたも物足りないだろう？え？今のあんたに修行を受ける資格があるか、毎日の稽古をサボってなかったかは、懐かしのこれで確認させてもらうよ。それは太子様の殿下の宝刀、お尻叩き棒、しかも二刀流ですと。本気ですね、大使様。
ならばわしも死力を尽くすまで。それじゃ始めようかね。全力で来なきゃ怪我するよ。あたいの本気見せてやるよ。さーて、まだまだ行くよ。わしの勝ちですな。どうやら稽古はサボってなかったようだね。けどあたいに言わせればまだまださ。そんな。しかし覚悟は見せてもらったよ。あの魔王に挑もうって気概があんたの拳からひしひしと伝わってきた。今のあんたなら奥義を習得できるかもしれないね。大様、では今度こそ。ああ、お望み通り修行をつけてやるよ。ただしあんたがこの冥府にいる間、あんたの肉体はどんどん消耗していく。だから本来何年もかかるような修行をごく短い時間で叩き込むことになるよ。地獄を見る準備はできてるかい？もちろんです。この牢、太子様とご一緒できるなら地獄の果てまでお供いたしますぞ。よし、いい返事だ。しかし太子様のバニー姿にはすっかり騙されましたな。あの完成度、まるで本物のピチピチバニーを見ているようでしたぞ。ま、あたいも若い頃はいろいろとね。それはどういう？そんなことよりちゃっちゃと修行を始めるよ。まずは腕立て一万回からだ。一万回ですと？よい。勇者の仲間たち、その希望の炎の輝きは今も消えてはいない。たとえロトゼタシアが闇に包まれても、全てが終わったわけではない。まだ希望はある。
おお、目覚めた、目覚めおった。勇者様がお目覚めじゃ。一時はエラ、皮膚ともに呼吸停止、ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡、女王様に報告じゃ。